外戦門は、ブカレスト北部のキセリョフ道路にある。1878年、ロト戦争で、ルーマニアが独立を勝ち取ると、勝利した軍隊が崩れるように、木製の外戦門が急いで作られた。石膏の成功な彫刻が施されたコンクリートの外戦門は、ペトレ・アントネスクが設計し、第一次世界大戦後の1922年に、同じ場所に建設された。 その後、アーチの外観は状態が悪化していたが、1935年に現在のより落ち着いた新古典主義のデザインへと改修された。新しいデザインはパリのエトワール外線門に近づけたものとなっており、石像の新たな門は同じペトレ・アントネスクの設計により、1936年12月1日に完成した。外線門の高さは27メートルで、 テ部は 25X11.50 メートルの長方形となっている。ファサードの彫刻はイオン・ジャレアやディミトリー・パシウレアなど、ルーマニアの著名な彫刻家たちによって制作された。現在では、毎年12月1日の国民の祝日になると、門の下で軍事パレードが開催される。ルーマニア王室の住居となっているエリザベータ宮殿は、外旋門の近くにある、 ヘラストラウ公園に置かれている。ありがとうございます。